ワンバンコ坊主です。どうも内澤です。出ましたね。はいね、あの、うん、ウィニングイレブン、はい、一番新しいやつ、ファイナルエボリューション、やってますよね。もちろんもちろんやってますよ、ね、ほんで ね、あの最近ちょっと前に年末、去年の年末ですけど、はい、あの友達とかみんな集まって16人でこうワールドカップやって、はいはい、予選敗退しまして予選敗退、予選敗退でもう、はい、本当にもう ね強くなりたいの。強くなりたいという坊主のために今回はウィニングイレブン6ファイナルエボリューション特訓企画。強くなるためには強い人と戦うのが一番という我々の持論のもと、本日は強力な先生にお越しいただきました。それでは先生をですね、お呼びしたいと思います。はい、はい、ブンブン丸さんです。どうぞ。いや、いつもいつも本当にね、先生です。いつもいつも、じゃあ真ん中にどうぞ。はい、いつもいつもだから、ばあちゃんの時もそうだし、同じ感じですね。ゲーム違うだけですね。はい、おはようございます。おはようございます。よろしく。じゃあ早速ですね、じゃあ対戦の方、うん、そうですね、まずは試合をやって、うん、はい、やってから何がダメなのか、うん、ダメ出しから、そのダメ出し、ダメ出しから、まあ、僕もでかいこと言えないです。いやいやいやそんでこう、ここがこうした方がいいとか、そういうのをちょっと分かりました。教えてほしい。じゃあとりあえずやりましょう。はい、じゃあいきます。はい、お願いします。試合が始まりました。どういう試合になるか楽しみです。今日の試合、バルセロナ 3-5-2 のフォーメーションで臨みます。ロンドン、フォーバックの布陣を敷いています。ボールは中央、ブンブン丸が1の方ですね。あ、やばい、三木の足コーン、危ない危ないですね。キャンベル持って前へ、アンリ繋がればチャンス。おお。ヌアンコカル、ゆっとここで左へ。あ、それね、読まれてんだよね、そこね。あそこはもう切り返すしかないないとこだもんね。まあ誘って取るみたいな。ショートパス、そういうところを一時狙われてるんですな。インターセプト、ピレス、おっと前に送った。あ、ね、あ、まあ、おお、なんだそれ。あっと縦に、うわ、はい、抜かれた。右サイドに送ります。バルセロナ、ここでカット、ワン、流れ、やばい、おお、来た来た、あべえ、ダメだ、マジでやべえやべえ。今一度ご覧ください。こういうこぼれが、いや、今回ね、全然、うん、あるからね、うん、やった方がいいです。やばい、試合が動きました。得点は、おー、なんか今回ちょっと前までの弱い俺じゃないのかな。いやいや、やばいなこれ。チャンスですね。前半終了まであと5分。あ、今の感じです。今のやられた感じ。センタリング。それをね。激しい危ない。シャッ。いやあ。やばい。独りよがりなプレーを。怒られる。監督に怒られる。ブンブン丸先生、その後も容赦なく攻め立てるんですが、まさかの先取点を取られ調子が狂ったのか、なかなか点が取れません。一方、坊主はリードをしているという安心感の中ゆったりとプレー。このようなメンタル面での駆け引きも重要なんですね。はい、プジョル縦に出します。パターン的にメンディエタ、まずい、前に送って、まずい、そういうことじゃない。いや、いいですよ、チャンスですね。あべ、あー、うわー、もう入ってー、なんて終了のホイッスル、負けたよ負けました。いや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 、ちょっと待ってください、待ってください、ちょっと待ってください。まあそういうこともあるけども、そういうこともあるけども、はい、やはり僕はあの局面でかなり今勉強になることがあったって、なんでこっちが説明してる。じゃあ早速ですね、ブンブン丸さんの講義の方に移りたいと思います。はい、じゃあ一つ目の坊主さんのちょっとダメなところ、ね、はい、まずブンブン丸のダメなところということで、サッカー中東研究所ね、そうですね、まあ、じゃあとりあえず、まあ、一応負けたんですけど、はい、坊主さんってやってて思ったのが、はい、プレスのタイミング、タイミング、そうですね、相手がボール持った時に、そうですね、どこで引っ掛けて取りに行くかみたいなの、そうですね、だからこっちがドリブルでボールを持って前に向いた時にちょっと不用意に来てた面があったかなと、抜かれちゃう、そうですね、プレスの仕方、一発で行っちゃいけないところを一発で行ってしまって、なるほどね、サイドを簡単に
崩せれたりとかは結構あったかなという、うんうんうん、確かに、うん、そうドリブルで抜かれるってよくあるからそのプレスっていうのはその、カーソルがついてる選手のプレスもあるし、その2人で行く時のそうですね、だからカーソルのついた選手って基本的にバツでプレスかけるじゃないですか、うんうん、もうあんまバツはさないで、うん、もう十字で動かしちゃうんですよ自分で、うん、でプレスをかけるというよりは埋めたいポジションにも最初からいさせとくみたいな、ずっとこうこうあいななん突っ込みはしなくこうついていくみたいな、ね、とりあえずもうどっち切り返されても最悪抜かれないけどプレーを遅らせられるみたいな位置を取っといて、まあ、どっちでも遅れて対応できるみたいな、逆に積極的にもあここだと思って取り行くときはもう一気に取り行きますけどね、バツとかもして、確かにその緩急が確かについてないかもしれない、ついプレスかけちゃう、かけちゃうって、で、うん、なるほど、2つ目も、うん、じゃあ一気にいくんですけど、うん、じゃあ2つ目がこれですね、ドリブル、うん、かっこ切り返し、切り返しで結局これもディフェンスに通じる部分なんですけど、うん、その例えばサイド際でボール持ってこっちがある程度プレスをかけていくじゃないですか、うん、でもこのタイミングじゃないと坊主さんが切り返さないとこのままじゃ取られちゃうっていうタイミングで、うん、まず絶対に切り返してたんで、あ逆にもその切り返したところを読まれる、こっちは狙うみたいな、それわかんねえんだよなそれわかんないんだよな、結構ありましたよね、あったで逆にそこであえてすぐに切り返さないで止まっちゃったりとか、うん、R1 ピタか、そうですね、これかのドリブルストップで止まっちゃったり、うん、もしくはレバーじゃない、十字キー離してノロノロにするとか、そうですね、あの低速ドリブルとかでもありだと思うんですよ、うん、で低速ドリブルやってると切り返すタイミングがこっち分かりにくいんで、うん、低速ドリブルやってそのまままっすぐ行っちゃってもいいし、逆に低速ドリブルでちょっと切り返したり、あとそうですね、真後ろに切り返すのが多すぎたんですよね、ああなるほどね、逆にこういったりとか、それどういう動きすればいいですか、斜めですね、だからこうドリブルしてるのをこうです、うん、ああ斜めを挟んだりこうこうとか、おお、あこうね、そうそう、ついこういっちゃうんだね、そうですね、だから坊主さんのドリブルはこういったらもう、うん、ですぐこういう切り返しがメインじゃないですか、うんうん、それはだからちょっと動き増やしてこういったら一回外に膨らんでみるとか、細かいななるほど、分かりました、うんうん、そうですね、あとは結構中盤のところからパスパスだけじゃなくて丸パス使ってゲーム組み立てると、うん、だから丸パスを使うとボール出す人がいて受け手がここにいるじゃないですか、やっぱこの辺に選手敵がいちゃうと絶対ボールの精度とこうブレちゃうじゃないですか、それだから丸パスでこう越えましょうみたいな、これがだからあのフォワードでポストに当てるのでもこういう割と短いのでもそういう感じで、あとはまあサイドに振ったりとかでもありだし、そのボランチのそのなんかロングボールとかそのパスの長短を使い分けるみたいなとかも重要ですね、うん、またねこれいっぱい聞きすぎてやりたいことが増えるだけっていうパターンがなるほどな、では早速ただいまの講義を実践してもらいましょう。実験台は皆さんもうおなじみファミ通ウェブの副編集長兼モルモットルパン小島さんです。で今回ねあの一応坊主さんにはテクニック面でもそうなんですけども、うん、メンタル面でもですね強くなっていただきたいっていう思いがありましてですね、負けた時の一応ペナルティーを用意しました、ま、えこれ何これ1枚引いてもらって、うん、もしルパン対戦して負けたらこの罰ゲームをやらなければいけないって、なんで罰ゲームしなきゃいけないのよく分かんないんだけど僕も1万5000円ぐらい置いてってますからね、ちょっと待ってよ、うん、どうしたからね、びっくりしましたよ、びっくりするよね、なんで子供にゲーム買ってあげなきゃいけないんだよ俺なんかやらなきゃからマイナスでしたからね早速じゃあ封筒開けてください。メモかバクかメモリーカード、うそバク結構集めてんだけどもマスターリーグはバクされたら相当やってらんないですよ、マスターリーグ、いやマスターリーグとさ、ね、あとこれいろんなやつ入ってるのよ、トルネコとか、ああそれでかいです、トニーホークとかさ、でも負けなきゃいいんですよ、いやそういうこともあろうかと思ってちょっと用意したんだけど、これちょっと見てくんない、これもし僕が負けたらこれだろうけども、もしもルパンが負けた場合、マジか、それ入れとかないとだって対等になんないじゃん、テンション上げた状態でやらなきゃいけない
PS の PS のハードディスク爆破ってこれやばいじゃないですか。いいね、君のバナディール思い出がレベル入れなくなっちゃう。レベル50近いキャラいっぱいいるんですけど、あ、別に興味ないからまあそのぐらいのね、それは背負ってやってもらおうかなと思ってね、はい、じゃあ早速対戦の方やってみましょうか、はい。うわ、また時間来ちゃったよ。ってことでお互いの大事なものをかけてのガチンコ対決、次号坊主ガルパンのどちらかが本当に泣きます。お楽しみに。